ハサン・アスカリーは、シーア派、12イマーム派の、第11代イマーム。名は、ハサン・イブン・アリー・ブン・ムハンマド。ハサン・アスカリーは、父、アリー・ハーディーとサリールの間に、マディーナで生まれた。アスカリーとは軍隊を意味するアラビア語にちなんだもので、ある。これはハサンが軍部隊の駐屯する都市で人生の、大部分を送ったことによる。 ハサンはビザンツ出身のナルジスという奴隷を妻としたが、シーア派の間では彼女はビザンツ王女であると信じられている。イマーム・ハサン・アスカリー・レービョーハサンは、その生涯のほとんどをアッパース朝カリフの監視したサーマラーの家宅に軟禁されて過ごした。時にはバグダード行きを許されることもあったが、これも必ず敬語と監視の下でのことである。 ハサンが没したのは874年1月1日、27歳の時であった。毒殺であった。葬儀には何らかの関与があったとされるアッバース町カリフムルタミドラ多くの人々が3列した。葬地は父の眠る、現在のサーマラースカリーモスクの地である。当地は多くのムスリム、特にシーア派の性病となっている。 2006年2月22日の爆弾事故で非常に大きな被害を受けた。ハサン・アスカリーは、その障害のほとんどを監禁されていたにもかかわらず、非常に深い学識を持った。イスラームについての教授を行えるほどで、後世の学者に利用される、クルアーンの解釈書を編纂している。ハサンの死没には、さしたる混乱も見られない。しかし十二イマームハシヤ派では、ハサン・アスカリーには、 ムハンマド・ムンタザルという息子がおり、父の母子した時5歳であったムハンマド・ムンタザルは、アッパース町の目から逃れて、身を隠したのだと信じられている。これに対し、多くのスンナハムスリムや学者は、ムハンマドの存在に疑義を呈している。重要な点は十二マーム派にとって、このムハンマド・ムンタザルが、マフディと信じられていることである。マフリとはすなわち、末にあたって、 この世に再び現れて世界に公正と平和をもたらし、世界の宗教としてのイスラームを確立するもののことで、イスラームにおける非常に重要な要素である。これに関連して、シーア派には次のような逸話が語られる。ハサン・アスカリーの葬儀における礼拝を弟、ジャーファル・イブン・アリーが同志となって、進めようとしたところ、少年が現れ、ジャーファルに近づき、ジャーファル王じ、 父の葬儀における礼拝においてあなたが同志となることはできない。なぜなら、イマームの葬礼拝を導けるのは、イマームのみだからであると言った。そうして、ジャーファルは脇に退き、この5歳の子供が主導した、というものである。11代目、イマーム、ハッサン・アスカリーがこう言った。この二つに勝る特質はない。アッラーを信じることと、ムスリムの益になること。 我々の従者の学者はイスラームの国境の番人である。したがって、この任務を引き受ける我々の従者はローマ人と戦う者よりも優れている。邪悪は家の中に閉じ込められた。鍵は嘘である。ありがとうございます。